はい、こんばんは。今日は何かを教えるとか技術やスキルを伝えるっていうわけじゃなくて、なんかこのね、気持ち表明みたいなことをしようと思います。今日のお昼頃に元首相の安倍晋三さんが銃殺、結果的に銃殺されちゃってっていう、テロが起こったんだけど、なんて言うんだろう、今さ、ちょうど参議院選挙があって、いろんな党の調べたりとか公約とかマニフェストとか見てる中でさ、参政党っていう神谷宗平っていう人が、党代表の人がすごく演説してた中にさ、その人ももともと自民党の人だったんだよね。で、その人が自民党に入った理由が、安倍晋三の志、日本を取り戻すっていう志にすごい惹かれて入ったら、安倍晋三と同じような熱意、志を持ってやってる人が少なかったって言って抜けて、今参政党って自分で党を作ってやってるんだけどさ、なんかそういう風に新しい党を作った人からも言わせるとかさ、すごいと思うし、そのアベノミクスの三本の矢のさ、ね、財政出動とか成長戦略とかさ、すごいなんかやってきたことはめちゃくちゃ優秀だし、ただなんか陰謀論とかも言われるけど、本当にアメリカのキッシンジャーとかに止められたんだなっていうふうにも思った時に、なんて言うんだろう、すごい、別にさ、自民党員でもさ、自民党を特別支持しているってわけでもないんだけど、これまでの人生で首相といえばみたいなさ、首相といえば安倍晋三だみたいな感覚で生きてきたからさ、なんかめちゃくちゃショックが大きくて、なんて言うんだろう、ショックが大きいし、なんかあんな銃殺される映像とかも結構見たんだけどさ、銃殺される瞬間とか見た時に、なんて言うんだろう、日本ってさ、なんていうの、徐々にだけど治安が悪くなってきてるなみたいな雰囲気ってあるじゃない。それこそなんていうの、昔はちっちゃい子を一人でバスとか電車に乗せてどっか行かせたりとかっていうのが普通だったぽいんだけどさ、今の時代ちょっと考えられなくなってきてるじゃない。とかなんか車に乗せてあげるのもさ、知らない人の車に絶対乗っちゃダメみたいなさ、危険だってちょっと思うじゃん。で、それって何かっていうと、意識的な問題として治安があまり良くないっていう意識だよね。治安が良かったら全然大丈夫だしって思った時に、治安が悪くなってるっていう意識があったんだよ。で、なんかそれが雰囲気的になんか悪くなってきてるなみたいな感じだったけど、今回の出来事って、なんていうの、今後教科書に載って語り継がれていくレベルの事件だって思うんでね。で、なんかそれ、今回の出来事が起こった時に、なんかすごく、なんていうんだろうな、完全に治安が悪くなったなみたいなのが印象づく出来事だと思うし、なんて言うんだろう、すごい何か今漠然とした不安というか恐怖とかになんか襲われてて、で、これって前も同じことを思った時あるなって思って、それをちょっと思い返してみたら、3.11 の地震が起きて、その後に原発が爆発した時に同じ感覚になったんだよね。で、その感覚ってなんだろうなって思った時に、漠然とした恐怖とか不安なんだけど、これの正体ってなんか、これから先の日本を考えた時にどうなるんだろうっていう不安感なんだよね、自分の中で。で、なんかそれこそ今本当に選挙が近くって、いろんな情報を調べている時にこういうことが起こって、なんか
何とも言えない憤りとか、なんか本当に日本の治安が悪くなってきてて、なんかこれはまあ別にまた今度話そうって思うんだけどさ、その日本の治安がどうやって悪くなってきてるかとかっていうのもあるんだけど、なんか本当にすごい出来事が今日起こったなと思って、なんか本当にすごい出来 本当にすごい事件だと思うんだよ、これって。元首相が暗殺される銃撃で死ぬって。で、なんかそんな事件が起こってるのに、あんまりなんかさ、一瞬の悲しいとか、ええー、っていう驚きがあっても、それについてじっくり考えて、いや、これ本当にまずい事件だよなとか、何か国民全体の意識とかさ、なんかわかんないけど雰囲気とかが何か本当に変わる出来事だと思うんだよね、俺は。みたいに、なんていうの、すごい大事として捉えてるんだけど、なんかそれと同じ感覚を持ってる人がすごい少ないなっていうふうに感じて、いろんな、なんていうの、SNS 見たりとか、自分の知り合いの SNS 見たりとかすると、すごい少ないなって思うし、だからなんかね、でもさ、すごい重要な話だと思うんだよね、こういう話って。本当に国のトップだった人がさ、殺されるって、本当に怖い事件が起きたって思う。で、なんか今日はそれについて、なんかこの動画を見てね、ちょっとでも何か考えるきっかけになってくれればなと思うし、なんか政治の話とかって結構タブー視されるけど、なんかもう別にそれは発言しちゃっていいんじゃないっていう時代にも思えるし、なんか本当に政治って遠いようで本当に近しいから、本当になんか一票でさ変わらないとかって思っちゃうけど、でもさ、それを思って何も行動しなかったら本当に何も変わんないで、どんどん今25年間さ、日本は貧しくなってきてるわけで、何かしらで変えないとって思うと、そういう意識を持っている人に投票するべきだとも思うし、で、なんていうの、政治ってさ、タブー視されてるし発言しちゃダメだみたいな雰囲気があるとさ、学ぶ機会ってないんだよね。で、18歳になったらこうやって選挙に行けとかっていうふうに言われるけど、その政党のこととか政治のことに関してあまり教えられないし、で、それはなんでみんな知らないかっていうと、まあ教師が知らないし、で、親もあんまりよく分かってないみたいな状態って、本当にそこだけ抜け落ちてるんだよね。選挙に行くことが大事とか、政治に関することってとてもなんか重要だけど、それについてみんな詳しくないっていう、だからその大事だっていう意識だけあるみたいな状態なんだよね。だからなんかそれはそれぞれがもう考えて行動しなければいけない時代になってきてるなとも思うし、ということで、なんかね、その考えるきっかけだったりとか、何か調べるきっかけだったりとかになればいいなと思って、この動画を撮りました。バイバイ。